おは。おはようございます。はい、おはようございます。い,ますいただいた質問に答えようと思います。お願いします。と、この、いかにも、ネタがなさそうなんだなっていうと、<laughs> それを言わなければ別に自然だった可能性ありますよ。<laughs> あ、そうですね。皆さん、待望の質問にお答えします。うん、はい、はい、はいみんな。み、みんな嬉しい <laughs> <laughs> 頑この人、はい。 この人、ラジオネーム。うん。ライバルは食洗機さん。はい。ライバルは食洗機らしい。これ、どういうことだろううん。まあ、食洗機の競合ってことですよね。この方が。食洗機の競合。そうそう。うつまり。コンピューターなんで。だから、食洗機が解決している顧客の課題って何かってとこから考えると、まあ、出てくるんじゃないかな、うん。食洗機と同じジョブを解いているタイプの人だと。 そう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 。でもこれって結構難しくって、<ー>食洗器が解いてるジョブって要は家事時間の短縮だと思うんですよね。すごい抽象度高く。うん、で、それをもっと抽象度を上げると、可処分時間の喪失とかだと思うんですよ。うん。ってなると、これ、可処分時間喪失しているものって世の中に大量にあるじゃないですか。うんうん。下手すると、ループとか、自家用車とか、 うん、そういう移動を短縮したり、まあ、車の中自体が可処分時間になるようなものもそうかもしれないし、<ー>タクシーに乗るとか移動だとね、<ー>もう入ってくるかもしれない、うん。なるほど。うん、俺はそうは思わねえな。あ、違ううん。根本、うん、的から間違ってるな。じゃあ、ヒカさんはイが解いてるジョブは何かはい。キッチンの空いてるスペースを埋める。 んキッチンの空いてるスペースを埋める開けるじゃなくて埋めてる。キッチンの下の部分、ううううキッチンの下とかに、なんかコンロとか引き出しとか入れるじゃん。うん,うんうん。作るじゃん。その中で、あれ、なんか結構割とスペース余っちまったっていうところを埋めるために食洗機は存在してる。<laughs> それ何無能なデザイナーのために存在してるの <laughs> <laughs> そう。やっべ、なんかこう置くこと、置くものねえんだけど、あ、食洗機でよくねみたいな。<laughs> え、じゃああれってパナソニックホームズとかにいらっしゃるデザイナーが無能だから <laughs>、食洗機が生まれてんのそう。そうだったのか。ごめん、そっち側の。<laughs> そっち側の観点なかったわ。そうなんだよね。なるほどね。そうなるとね、キッチンの空いてる部分を埋めるジョブを埋めてるやつっていうのは、まあ、競合、はい、はいない。<laughs> うんうん。 結構独占的な地位を築いてると思うよ食洗は <laughs> 確かにね。だって、キッチンのあの下のスペースってまあまあ混んでるよ。うちで言ったら。うん、まあ、広い方がいいよね。うん。山本家で言ったら、なんかもうスペースあって全然構わないって思ってるけど、なんかそれわざわざ埋めに行くことが必要だったんですね、うんうん、デザイナー的には。でも、これは、なんか柏家においては結構ガチな話で。はいはい。 なんか、うち行って食洗機全く使わないんですよ。んついてるのに使わないのついてるけど使わない。おー、それはなんか既得な人ですね。うん。いや、それすごいいろんな人に言われるんだよね。うん。結構前の家とかすごい立派な食洗機が鎮座してらっしゃったんだけど。うん。ほんと一回しか使ったことなくて。こう。うん。その一回も、なんか友達が、 俺が食洗機使わないって言ってたのを、うん、すごい気の毒に思って、うんうん、なんかわざわざ食洗機用の洗剤持ってきてくれて、うち、ん、で飯食った後にそれで洗って帰ってくれたの。おー、優しいね。うん、そう。うん、でもなんか、俺は、うん、あんま気,気に入らなかった <laughs>。何 <laughs> <laughs> だろうな。な、何が嫌なの食洗機 何が嫌何が嫌なの何が嫌なんだろうちゃんと洗えてない気がする <laughs> あー、なるほどね。うん。あとなんか乾いた時の匂い。うん。うん、あれあんまり食洗機普段使ってないからなのかなだと思うよ。なんかあの、乾いたか、乾、乾かした匂いがする。それは乾かしてるからね。<laughs> なんか乾燥機入ってますからね。あ、そう。乾燥機の匂いがする。普段使わないからなのかな、うん。そうですね、まあ。なんか初めの方が匂い強い気がしますけど。うん、そっか。慣れると全く。コールドスタート問題。はい。です。それコールドスタート問題ですね。うん。うん、使わないから匂いがする。匂いがするから使わない。うん、そうそう、ね。使わないから匂いがする。そう。 匂いいがするから使わないそう、うん、チキンチキンエッグプログレム。チキンエッグプログレム。チキンエッグプログレム,、はい、ムの話をするか質問には答えないのか <laughs> あれ読みましたアンドリュー・チェンのネットワークエフェクト。<laughs> いや、読んでない。いい本なのんない,、うん、いい本です。チキンエッグの本です。そうなんだ。アンドリュー・チェーンってリアルなのリ,リアルだと思いますよ。あリアルなんだ。 え、どうなんすかねリアルな男な。少なくとも、リアルな男。うん、うん、どうすかねまあ少なくとも、ウーバーで頑張ってたのとそこの知見は結構、<laughs> 僕は刺さりましたけどね。大変そうと思って。なる,なるほど。え、アンドリュー・チェンって彼ですよね<彼> ?X2Z の。あ、そうですね、今は。アンドリュー・チェンがリアルなのっていう意義を唱えるのは世の中でもしかしたら僕しかいないのかもしれないですけど。 どうなんだろう彼はリアルなんだろうかあ物を描くのは上手いだけって説はそれあるけど。あ、そうなんですよね。なんか、露出が多すぎて、うん、なんか、リアルなのかなって思っちゃったりする。ヤモティって、も、露出が多いだけであんまりリアルじゃないっていうふうに思う癖があるよね。あ、るね、あるある。だ <laughs> か、そういう癖ですよね両。両立しない可能性、両立しないと思ってる。まあ、でも、なんか、両立しなそうな気もするけどね。<laughs> <laughs> 両立しないんじゃない いやなんか、その、彼がリアルだったってことを言ってる人はいないっていうところに、むしろ結構立脚してるんですけど。あうん。なるほど、なるほどうん、うん。むしろ批判の声も聞くので、は,ではい。うん、なるほど。あそれはでもわからんな。うん。アメリカの風潮わからん,、うん。はい。まあ、ちょっと置いときましょうか。なんで、えー、っと、乾燥機は、乾燥機じゃないわ。直線機は要は、2つの問題を同時に解いてる可能性があるっていうことですね。質問にお答えすると。うん でもさ、俺は結構知りたくて、いや、わかる。お前らの言いたいことはよくわかる。お前らの言いたいことはよーくわかる。食洗機使えって言うんだろう、わかる。何度も言われてきた、この人生で。それは、一旦棚に置いといたとして、もし仮に食洗機を食洗機として利用しないとしたときに、あれ何に使うのが一番いいのかってことを、 うん、考えてみたいんじゃないああ。<ー>うん。俺一回あそこをゴミ箱にすればいいんじゃないかって思ったんだけど。<laughs> 結構いい場所にあるからね。そう、開けてすぐにもう生ゴミにアーみたいな。うんうん。コンポーザーですね、それ。コンポーザー。<laughs> うん、ディスポーザーだけど。あ、ディスポーザー。あごめんなさい、うん、コンポーザーってなんか畑に置いてあるやつ。<laughs> コンポーザーは作曲家ですね。え いやごめんなさい僕、僕の記憶があれなのかもしれないけど、あれこれ、言葉間違ってんのかななんかうち、実家に畑あるんですけど、畑の真ん中に緑の筒みたいな、蓋がついてる筒みたいなのがあって、うん、基本的に年がら年中、そこに生ごみを入れてるんですよ。おお。そうすると、堆肥になるんですよ、堆肥に。あー、合ってるかもしれない、じゃあ。合ってるコンポーザー畑って言ったら、あんま何も出てこないな。 でもなんか、わか,かるわかる。まあ、わかる。わかる。仮にそれこ、まあ、コンポーザリーでいいよヤモトが言うならコンポーザリーでいいよこれは <laughs> すまんね。<laughs> もちろん、もちろんコンポーザリーを。喜んでうん、ごめんごめん。あー長、生ゴミ処理、出てきた。あの、楽天に出てきたんだけど、これはですね、うん、あの、コンポスターだった。ごめんなさい。コンポスター <laughs> コンポスターだった。引退すまじで、もなく人生で初めて聞いた。言葉 <laughs> 引退するわ。これコ,ンコンポスター。そう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 。コンポスターだって。コンポスターなんて言葉、聞いたことないですよ <laughs> 今、スラックに貼ったけど、コンポスターはこれね。いや調べてる今、コンポスター。へ、うんうん、えー。コンポスター。ごめんなさい。な,なんで、これでもさ、これもさ、俺さマジ、人生聞いたことがないのと。うんうんうん 結構コンポスターで調べても上の方に引っかかるのが、うん、マインクラフトのアイテムの話と、うん、あと秋田市の YouTube なんだよね。これさ、これ,うん、これ東北の方言なんじゃない <laughs> あ、でも確かにマイクラにコンポスターあるな。確かにあるわ。ああでもさ、マイクラが上位に引っかかるってことはさ、うん、なんかあんまりその、うん リアルな世界で一般的に使われてる言葉ととじゃないんじゃないいや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 、ヒカルさん、コンポスターだけで検索したら、バッチリウィキとか楽天とかに出てきますよ。あコンポスター、畑、あすごい出てきた。そうでしょ。だから合ってる。<laughs> めっちゃ出てきた。そう、で、ウィキペディアにそのコンポスターに生ごみを突っ込んだ後の断面が出てくるんですけど、まさにこれ。いや。 これさ、コンポスターでググった時のこの画像の多さ、おもろくねこれ。<laughs> おもろい。<laughs> 緑の筒が大量に出るでしょそう、ね。そうそうそう,そう。うん。これコンポスターの断面。うん、ああ。人生で初めて聞いたわ。勉強になったね。なんか将来多分さ、うん、畑とかやりたくなるタイプの人だから、あなたは。本当この時に、はい、あの、作った飯をこのコンポスターに全部生ゴミを突っ込んでおくと、下から堆肥になっていくんですよ。うん、なるほど。 うん、なんでわざわざホームセンター行って大肥買わない生活が始まります。なるほど。うん。どういうことか。ってことはコンポスターはアマゾンと同じジョブを解決してるんだね。うううん,んちょっとすごいな、それは。えいや、そのホームセンターに行って大肥買わなくてもいい。うん、<laughs> 確かに。アマゾンです、コンポスターは。アマゾン。アマゾンの、うん、コンポスターは、あ、コンポスターはアマゾンのライバルさん。 そうですお便り、お便りありがとうございました。ありがとうございました。えっと、まあ、でも、マジレスすると、ライバルが食洗機さんっていうのは、うん。うん、<laughs> 多分、奥さん、奥さんとの関係性の話をしてるのかなって僕は思いました。はあ、かだから妻、妻がき、妻がこの方の奥様はきっと、あの、食洗機をすごい愛用してるんじゃないかな。食洗機よく働くわ、みたいな。食洗機家事できるわ、食洗機と結婚すればよかったみたいなことを、 端に言ってるんじゃなないかなだから<ー>俺,俺だって家事できるしみたいな、うん、とかうん、うん、もっと俺だって妻に愛されたいしみたいなそういうことなんじゃないかななるほどねうん、うん、まあ一瞬で分かったね一瞬で分かった、うん、妻側のジョブを解決している存在としてあう <laughs> そう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  <laughs> あの, <laughs> そうあの食洗機と並べられてるってことですね <laughs> 妻のジョブを解決してる 面白いねなんかまあ N イコール1から始まってるんです,すげえいいっすいいプロダクトだな食洗機でもはいそう言われると俺はマト、うん、はえ俺らは妻のジョブを解決してるだろうかみたいなうん妻は僕のジョブを解決してるけどな <laughs> <laughs> どういうジョブえ <laughs> なんかあの孤独を埋める的なあ,あうん 開いたままのドアを閉めるとかそう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  <laughs> そうチャックが開いてたら教えてくれるとか <laughs> はいえっ、ー、とライバル <laughs> 職責さんどうもありがとうございますそれじゃあまたね <laughs> はいバイバイ<笑><笑>一応質問読んどく <laughs> はい一応読みますかちょっと、ね、あのすみません脱線が長くなりすぎたんで <laughs>、うん、この質問にはすごいもう三分三分,分いや <laughs> 3分いや45秒だ45秒ね 質問だけでとりあえず読みますね。幼い頃に勧められて読んだ本、はい、接したコンテンツなので影響を受けたものはありますかあるいは、お二人がいずれ子供に勧めたいと思うようなコンテンツがあれば教えてください。子供の頃の興味関心は実家の本題によって形成されてたなと思うつ,つ、最近は本を Kindle で買う人も多いので、そういう形での本との出会いも減っていくのかなと、ふと気になりました。うん。はい。なるほどね。うん。<っ>45秒早い。早い。 僕から測ります。僕は測らなさんどうぞ。いや、どうぞ。やばい、えっとね、基本的に俺、子供の頃とのこと全部忘れてるから、全然覚えてなくて、でも、なんだろうな、偉人の電気みたいなやつをよく。漫画のやつ。はい、漫画のやつ、お母さんが図書館とかで借りてきてくれたやつを家に何気なく置いてた気がします。 で、僕はあんまり誰の電気とかって覚えてないんだけど、うん、確か、あの、o g l e のラリーページが、テスラの電気を読んで、うん、テスラはその電気を発明した人なのに、エジソンが実用化まで持ってったから、なんかその、基本的にはエジソンの方が儲かったし、有名になったみたいな話で、うん、技術は作っても実用化しないと意味がないんだ、っていうことに、すごくショックを受けて、うん、Google を頑張って作ってみたいな話が、 印象的です、うん、なるほどねいや <laughs> 結構ちゃんとまとまってるね。すごいね。まあ、でも、俺が読んでコンテンツの話、うん、違う。俺、違う。うん、な誰お前。俺のコンテンツ違う。ラリーの話、これ。<laughs> うん、これ、ラリーの話ね。<laughs> あの <laughs>、まあ、あなたは読んでないもんね。テスラの話も。俺はテスラの話読んでない。<laughs> <laughs> 俺は,は,話は読,ん <laughs> 読んでないもんね。うんうん、読んでないし、グーグルも作ってない。うんうん。うん、そうだね。はい、はい。はい。はいや、もっさん、マサは僕ですかああ、僕はですね、えー、っと、ゲームボーイですかね。ゲームボーイゲームボーイ。ゲームボーイ <laughs> <laughs> ゲームボーイ。ゲームボーイ。ゲー,ーイゲームボーイ、バカ流行ってたんよ。僕がちっちゃい時、小学校一年生ぐらい、うん、なるぐらい。 でもうダダにダダを重ねてゲームボーイ買ってもらったんですよ。<laughs> うん、でそっからもう、うちはテレビゲームって呼ばれるようなものは絶対買ってくれない過程だったんですけど、ゲームボーイだけは買ってくれたんで、お<ー>こっからはなんかお年玉を貯めてゲームボーイのソフトを遊んで、えー、ましたね。<笑><笑>うん、影響を受けましたね。影響を受けた。なんか今 聞くとさゲームボーイって名前めちゃめちゃおもろくない <laughs> なんか結構天才的だよね。ゲームボーイってなんか、うん、海外の方が聞いたらどう思うんだろうゲームボーイ。<laughs> なんかでも少年がさあの道端でやってるイメージすげえ湧くじゃん。湧くゲームボーイ。あれでさ常にポケモン赤と通信ケーブル持ち歩いてなんか友達といろんな場所でポケモン交換したり対戦したりしてたんですよね。うん、はい 友達いたなそういえばあの時そうなんだっリギリ <laughs> 何話話話話話これ話話話話話話やめてくれ話話やめてくれようんなんでゲームボーイにはもうすごい影響を受けましたね世の中こんなバグがバグがあるあのカットリージでも販売できるんだとか <laughs> なるほどこれでもライバル食洗機さん聞いたらびっくりするだろうな本当 <laughs> 聞くんじゃなかったって思うだろうな。<laughs> 名前で15分遊ばれてね、回答45秒ですから。しかも何も答えてない <laughs>、うん。彼のジョブは解決されなかった。<laughs> されなかったね。はい。ゃあ、はい、奥様によろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。<laughs> はい。皆さんいかがだったでしょうかまあ、今回ですね、ちょっといただいた質問に回答するまでがあまりにも長くて、いやいや、ちょっと失礼なんじゃないのって思われた方もいらっしゃるかもしれません。 がなんとこの話ですね実は後日談がありましてあのフリーアジェンダってコミュニティがあるんですけどもそのコミュニティの方にはですね、まあ、取っ手出しというような形で収録したその日ぐらいにすぐあのシェアしているんですけれどもなんとこのお便りいただいた方があのコミュニティの中にいらっしゃった方であのすごくあの裏スラックで大盛り上がりしましたちなみにあのヤモティーが食洗機の辺りで あの、下りで言ってた、その、石を考えるみたいなところの本も、あの、よかったら、美好欄に入ってますので、よかったら見てみてください。あと、フリーアジェンドのコミュニティも最近少しずつまた面白い動きしてますので、もしよかったら概要欄から見てください。で、次回ですが、次回は、あの、細かいタスク管理どうしているかというような話です。結構、この話とか、仕事論とか、あの、 あの再生回数としてもすごく多くて、まあ、2人は全く意識してないと思うんですけど、あの聞いていただいている方には興味ある内容になるんじゃないかなと思ってます。次回もお楽しみに。バイバイ